皆さんこんにちは、ジャーナリストの岩上泰美です、私は今上智大学の方に来ております、本日はですね、大学祭学園祭の真っ只中で大変賑やかな状態なんですけど、ケンパさん、その人波をくぐり分けて、この10号館の方に来てまいりましてですね、本日はこれから上智大学教授島園進先生に日本会議の台頭と回帰する国家神道、大日本帝国家を目指す安倍政権と、題しまして後編なんですけれども、インタビューの続き、お伺いしたいと思います。ということで島園先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は賑やかですね。どうもですね、もうすぐ終わるんですがねあ、そうですか、はい、いい天気の日に、ね、あ、よかったですね。あってよかったかなと思いますけれども、前回非常にいろいろお話を伺ったんですけれども、それでも話は尽きず、もう一度機会を設けていただきましてありがとうございました。皆さんにもう一度紹介しておきたいんですけれども、先生のご本、いろいろ終わりなんですけれども、この国家神道と日本人、こちらにですねサインを入れていただきました。ぜひ、今日のインタビューにかかりますので、お求めいただければなというふうに思います。また続編が出るんですね、先生。そうですね、書かないといけないです岩波新書、このシリーズで、はい、岩波新書で、これ続国家神道と日本人ですか。いやいや、少し違うタイトルになると思いますがね。でも、ほぼ続編みたいなものなんですか。そうですね。これはちょっと楽しみです、ということで、またそれも出ましたらば、今度また改めて入荷したいなというふうに思ったりもします。そしてちょっと間がありましたので、前回どんなことをお聞きしたかっていうのをちょっと振り返り的にですね、おさらいしたいんですけれども、安倍政権と日本会議というものが、密接な関係にあると。この急激日本会議というものの存在が最近クローズアップされてきたんですね、むしろ日本での報道はそんなに多くないんですけれども、必ずしも海外でとにかく随分報じられるようになって、つい先日も私、あるヨーロッパのですね、ドキュメンタリーの映画監督から、このいろいろ取材を受けまして、それもヨーロッパにいながらにして、スカイプでつないで話を聞きたいって言われてですね、随分説明したんですね。で、最初はこの他の話だったんですけど、この趣旨がどんどん変わっていってですね、日本を動かしている日本会議じゃないかと、なんていう話を、ちょっとこの日本会議がですね、あまりも大きなね、大変力強い存在として捉えられているのかなと、大げさに捉えているのかなと思う反面、こんなにも海外から見ると知られてるのかと。先生もそういう、なんと言うんでしょう、内外ギャップみたいなものに出くわすことはあるんじゃないかなと思うんですけれども、どうでしょうか。そうですね、安倍政権の、いわば右傾化で、日本が中国や韓国に対して非常に強硬な姿勢を取ってる、それから軍事大国化を目指す気配がある、その思想的なバックボーンは何だろうというかね、こういう関心を持って、取材を受けたこともありますね、で、日本の報道であまり日本会議が注目されてないというのが私にとって不思議なので、もっともっと、注目されるべきじゃないだろうか。産経新聞と非常に近い関係に、確かにね、産経新聞は取り上げないかもしれないけど、他の新聞何してんだという、そうですね、そういう感じがありますね。それはなんか候補手として機能するんじゃないかと思いますけれども、ここに書かれてるみたいに、国体ということをコンセプトとしているということですけど、国体という言葉は、戦前までの日本の国の在り方だったはずなんですが、国体はまだ生きているといいますかね、あるいは国体を元の形によりリフォームし直したいといいますか、そういうのは彼らのなんていうんですかね、エモーションになっているというふうに考えていいんですか。そうですね、何を目指しているかというと、占領軍の統治
の以前の日本に変えるということで、その時代にはまあ国体が神聖なものであったですね。で、敗戦に際して、なかなか決断できなかった最も大きな理由は国体を護持できるかどうかということで、まあギリギリのところでですね、まあそれをしたんだけれども、占領軍によってかなり国体の実質が崩されてしまったと、これを元へ戻したいというかね。国体が護持できていると聞くとですね、戦後日本は民主主義国家になったんだと、主権者はそもそも国民になったんだと、天皇が主権者ではない、国民が主権者であるというようなことを持って、まあ、多くの人のこれは常識でもあるわけですけれども、国体ってその天皇制国家というものは一旦そこで途切れたというか、少なくとも違うものになって、国民が主人公の国になったんじゃないのと思っている人にはちょっと驚くわけですけれども、切れてないんだと、大変細くなったけれども国体を護持されたんだと考えて、護持されたものをさらにもう一度もっと太く復元するんだ、こんなふうに考えている人たちってことですかね。そうですね、まあ、天皇制が維持されたと、しかも昭和天皇が退位されなかったということで、国体、まあ、ギリギリのところで護持できたと、しかし日本国憲法は国民主権なので、国体の実質が、ほとんど、まあ、弱められてしまっていると、これをどうにかしたいということでね、まあ、憲法改正というのはまあそういうことが背後に、背後にあるわけですよね。彼らにすればその主人面を今国民がしているのが気に食わんと、だから国民主権とかですね、基本的人権とか平和主義とか、こんなものはね覆してしまいたいということを、これは第二次安倍内閣のですね閣僚だった人が、ここ仲間内の集まりではいえですね、公然たる場で発言したりするわけですね。そういうことというのは、つまり国民主権というのは許さない、天皇主権に戻すんだ、こういうことが彼らの中に本気の考えであるわけですね。でもこれ見ようによってはクーデターですよね、そんなことをやろうとするのは。憲法クーデター、自民党の改憲総合というのはそういうものを目指してるんだなっていうふうになれば、合点がいくんですけど、ただ国民主権、基本的人権、議会制民主主義というのを、あるいは三権分立というふうなことを、変えるのですかというと、いやそうではないというふうに言ってみたり、なるほど、その辺はなんかのらくらしてのらりくらりしてるし、人によってまた違うと思いますし、でかつての自民党ならばはっきり戦前回帰なんてことはありえないというふうに言う人が主流だったと思うんですが、それは変わってしまったということですよね。自民党議員らが集まって明治の日を作ろうなんていう動きもあるようですよね。明治の日っていうのをわざわざ作る意味っていうのはどこにあると思いますか、彼ら。これは昭和天皇の天皇誕生日が4月29日でしたが、あれが緑の日になりましたよね。で、まあ、天皇はその緑を愛したとはいえ、直接にはまあ天皇とは関係ない日になったわけなんで、はい、むしろ環境を大事にするという意味の日になったわけですが、それはまた昭和の日にしましたね。これはやっぱり天皇の治世を記念する日にしたわけですよね。しかし神武から始まってですね、ずっとあるんですよ。それをある代だけ、あるごその天皇だけですね、ピックアップしてたら不公平じゃないかということになって、全部この祝日にしてたら365日ですね祝日になっちゃうんじゃないかと。こう取り立てて明治っていうところに、この明治に回帰したいという思いがあるんでしょうかね。それはそうでしょうね。まあ大抵というと、多くの日本国民は手塚治虫でジャングル大帝大きな思い出すかもしれないけども、帝王と書いて大帝、明治大帝という言葉が
明治天皇が亡くなってすぐぐらいにできまして、で歴史上日本の天皇で大帝と呼ばれた人はいるかというと、いないんじゃないかと思います、ね、なるほど、ですのであのやっぱり何といっても日清日露に勝ち、日本を大国にしですね、西洋を見返したというね、その偉大さというのがあの明治天皇にはあったので、まあ、東京のど真ん中にあんな大きな神社ができましてね、そうですね、今でも首都ですから、明治天皇の存在感というのは非常に大きいですよね、まあ、それがその良い意味で明治のね、良い点がこのクローズアップされるのは結構なことなんですけど、ネガティブな面もあるわけで、手放していいのかどうかっていうのはいろいろ議論本当はするべきではないかなと思うんですが、日本会議自体はその事務系実務的なところはですね、清張の家という新興宗教の、その清張の家政治連合と清政連という、そういうところの担っていたような人たちがですね、このやっているというふうに言われておりますが、他方で、この自民党がね、小泉総理の後自民党のこの派閥構成が清和会中心になった、そういう中で台頭してきたと、いうふうにも言われています。また神社本庁とか、これ神社本庁っていうと何か官庁のようだけれども官庁ではない、民間団体であると。しかしこの神社のが統合されて集まっている大変有力な組織であって、これらも日本会議の中にある。清張の家のその離れてた今の清張の家ってエコロジー系のですね、平和主義的な宗教になっているようで、元の非常に極右的なイデオロギー持ってる人たちとは分かれちゃったようですけど、この清張の家、元清張の家の人たちというべきですかね、事務局長その樺島雄三さんという人が担っているというふうに言われてますけれど、そうした人たちがこう中心になっていると考えるべきなのか、それとも国家神道になっていた神社系統の人、神社本庁の人々、こういった、オールドなんていうんですかね、宗教右翼というような人たちが、体制的な右翼の、宗教右翼の人たちがですね、中核になっているというふうに見るべきなのか、両方がミックスされているのか、そのあたりは先生はこう内実どういうふうになっているというふうに分析されていますか。はい、今の内閣ではですね、日本会議国会議員連盟ですか、に加わってる人は少し減りましただと思いますね、その前は7割8割という決まったけど、はい、今は5、6割じゃないかと思うんだけれども、新党政治連盟国会議員懇談会ですかね、こちらの方に属しているのは9割ぐらいいるんじゃないかと思いますよね、ですので、新党政治連盟の方が浸透度が高いと、その自民党との密接さは強いかもしれませんね。で、まあ国会議員からしてみると、日本会議というよくわからない団体と連携しているというよりも、浸透、まあ、神社会と結びついている方が、問題ないと思っているかもしれませんが、実は神道政治連盟というのは神社本庁の中の、まあ、強硬派みたいな、団体じゃないかと思いますね、非常に強烈な政治的主張を持っているグループで、これはもう占領期に基盤があってですね、一貫してこう強い政治的立場を持ってきた、まあ、その中心には、伊勢神宮を中心に神社会が国家的な地位を持つということ、もちろん靖国神社も含めてですけども、こういう主張が
あるわけで、その神社本庁および神道政治連盟の影響力っていうのは無視できないと思いますね。